伊豆の踊り子、伊豆の踊り子、伊豆の踊り子は、川端康成の短編小説。川端の初期の代表作で、伊豆を旅した19歳の時の実体験をもとに、している。孤独や憂鬱な気分から逃れるため伊豆へ一人旅に、出た青年が、修善寺、湯ヶ島、天城峠を越え湯河、の、下田に向かう旅芸人一座と道連れとなり、踊り子の少女に淡い恋心を抱く旅情と愛感の、 物語。小児根性に歪んでいた青年の自我の悩みや感傷が、素朴で、青春無垢な踊り子の心によって解きほぐされていく。家庭と彼女との悲しい別れまでが描かれている。日本人に親しまれている名作でもあり、今までに6回映画化され、ヒロインである踊り子、カオルは、田中絹代から吉永さゆり、山口も萌えまで、当時のアイドル的な女優が演じている。 1926年、大正15年、雑誌、文芸時代1月号、第3巻第1号に、伊豆の踊り子、2月号、第3巻、第2号に、俗伊豆の踊り子として分載された。単行本は、翌年1927年、昭和2年3月20日に、金星堂より刊行された。なお、刊行に際しての構成作業は、梶井元次郎が行った。 翻訳版は、エドワード・サイデン・ステッカー役、A 代、ザ・イズ・ダンサー、a 一ハヤシ、J、マーチン・ホルーマン役、A 代、ザ・ダンシング・ガール・オブ・イズをはじめ、ドイツ、ドクダイ、大クライネ・トンツァーン・フォン・イズ、大トンツァーン・フォン・イズ、中華人民共和国、中代、イズ的部女、イズ的舞、ジョー、ポルトガル、古代、A、パケニア・ダンザリナ・デイズ、イタリア、イダイ、 L.A. ダンセトリス d i i ズ、s 大韓民国、韓大、スペイン、西大、L.A., ダンザリナデイズ、オランダ、ランダイ、デダンセアーズントイズ、ロシア、ロダイ、ゼーゼーゼー,ゼー、フランス、フッツダイ、L.A. ダンセウセディイズなど、世界各国で行われている。20歳の一高生の、私は、自分の性質が、小児根性で歪んでいると厳しい反省を重ね、 その息苦しい憂鬱にこらえきれず、一人いずれの旅に出る。私は、湯ヶ島の道中で出会った旅芸人に一座の一人の踊り子に惹かれ、天城峠のトンネルを抜けた後、彼らと一緒に下田まで旅することになった。一行を率いているのは、踊り子の兄で大島から来た彼らは、家族で旅芸人をしていた。天城峠の茶屋の老婆から聞いていた旅芸人を見下げた話から、 夜、湯が、のの宿で、踊り子が男客に汚されるのかと、私は心配して眠れなかったが、翌朝、朝湯に浸かっている、私に向かって、川向こうの湯殿から無邪気な羅針を見せて大きく手を振る、踊り子の幼い姿に、私の悩みは一変に吹き飛び、子供なんだと自然に喜びで、笑いがこぼれ。私は、 旅芸人一行と蘇生の違いを気にすることなく、生身の人間同士の交流をし、人の温かさを肌で感じた。そして、踊り子が、私に寄せる無垢で純情な心からも、私は、悩んでいた、小児根性から抜け出せると感じた。下田悦、私は、踊り子とその兄嫁らを活動、映画に連れて行こうとするが、踊り子だけしか都合がつかなくなると、母親、 兄嫁の母は踊り子の懇願を振り切り活動行きを反対した。次の日に東京へ帰らなければならない。私は夜一人だけで活動に行った。暗い街で遠くからかすかに踊り子の叩く太鼓の音が聞こえてくるようで、わけもなく涙がポタポタ落ちた。別れの旅立ちの日、昨晩遅く寝た女たちを置いて踊り子の兄だけが私を 下田港の乗船場まで送りに来た。乗船場へ近づくと、海際に踊り子がうずくまって、私を待っていた。二人だけになった間、踊り子は、ただ、私の言葉にうなずくばかりで一言もなかった。私が船に乗り込もうと振り返ったとき、踊り子はさよならを言おうとしたようだが、もう一度うなずいて見せただけだった。船はずっと遠ざかってから、 踊り子がしけで白いものを振り始めた。伊豆半島の南端が後方に消えてゆくまで一心に沖の大島を眺めていた。私は船室の横にいた少年の親切を自然に受け入れ、泣いているのを見られても平気だった。私の頭は澄んだ水のようになり、流れるままの涙がポロポロとこぼれて、後には何も残らないような甘い心よさだった。 年齢は数え年、川端康成が伊豆に旅したのは、一高入学の翌年1918年、大正7年の秋で、寮の誰にも告げずに出発した約8日、10月30日から11月7日の初めての一人旅であった。川端はそこで、岡田文太夫、松沢かな子こと、時田かほる、踊り子の兄の本名を率いる旅芸人一行と、道連れになり、 幼い踊り子、加藤民、松沢民という説もあると出会い、下田港からの帰郷の鴨丸では、倉前高校、現、東京高大の受験生、後藤武史と乗り合わせた。踊り子の兄とは、旅の後も文通があり、横須賀の甲州や片時田かほル、差出人の川端宛て、一校の寄宿舎、南城四番宛ての年賀状、大正七年十二月三十一日消し印が、 謙存している。なお、踊り子、民のことは、旅の翌年に書かれた、川端の諸女作、地を、1919年の中にも、部分的に描かれている。川端は、旅から約7年経た後に、伊豆の踊り子を書いた。川端は、自作について、伊豆の踊り子はすべて書いた通りであった。事実そのままで虚構はない。あるとすれば、省略だけであるとし、 私の旅の小説の幼い出発点であると述べている。また、旅に出た動機については、以下のように語っている。川端は、幼少期に身内をほとんど失っており、一歳七、ヶ月で父親、二歳七ヶ月で母親、七歳で祖母、十歳で姉、十五歳で祖父が死去し孤児となるという追い立ちがあった。ため、作中に、孤児根性という言葉が出てくる。 また当時、旅芸人は、河原の古事記と下げ済まれ、作中にも示されているように物乞いのような身分の、癒しいものとみなされていた。しかし、そういった一般的な見方を離れた、行為と信頼が彼らと川端の間に生まれた。伊豆の旅から4年後の1922年、大正11年の夏も湯ヶ島に滞在した川端は、踊り子たちとの体験や、大阪府立茨城中学校、現、 大阪府立茨城高等学校の寄宿舎での下級生、小笠原二人との同性愛言を湯菓子までの思い出という素行にまとめた。これは前年の1921年、大正10年に伊藤初代、本郷区本郷元町のカフェエランの元女急との婚約破談事件で傷ついた川端が、 以前自分に無垢な行為や愛情を寄せてくれた懐かしい踊り子、片宮や小笠原義人を思い出し、初代から受けた失恋の苦しみを癒すためであった。この原稿用紙107枚の湯河島での思い出が元となり、伊豆の踊り子、1926年、少年、1948年から1949年へ発展していった。ちなみに、川端は、 カフェエランに通い始めた頃、店でめまいを起こして、奥の部屋で寝かせてもらい、ちょうどその時に、伊藤八代が、銭湯から戻り、隣室で着替えをする後ろ姿を見て、こんなに子供立つたのかと、その思いがけない幼いらしに驚くが、その瞬間、約一年前に、湯がの温泉で見た踊り子、加藤民の少女のらしんを、子供なんだと思ったことを想起している。 つまびらかは、伊藤初代一高生、川端康成との出会いを参照。川端は、最初の伊豆の旅以来、田形九条狩りの村湯ヶ島1656番地、現、伊豆市湯ヶ島1656の位置にある、湯本館2927年、昭和2年までの、約10年間毎年のように滞在するようになるが、1924年、 大正13年に大学を卒業してからの3、4年は滞在期間が半年あるいは1年以上に長引くこともあった。炭鉱本観光の際の作業をしている頃、湯ヶ島へ天地療養に来た梶井本次郎に旅館、湯川屋を紹介し構成をやってもらったが、それを契機に梶井やその同人の淀の流蔵らと親しく交流するようになった。伊豆の踊り子は、 川端や須成の初期を代表する名作というだけでなく、川端作品の中でも最も人気が高く、その評論も膨大な数に上る。それらの論評は様々なニュアンスの差異を持ちながら、川端の個人の追い立ちと青春体験の視点、伊藤発代との婚約破談事件との絡みから論考するものや主人公の語りの構造の分析から、 作品世界を論じるものなど多岐にわたっているが、川端という作家を語る際のこの作品の持つ重みや大きさへの認識は皆共通している。竹西博子は、伊豆の踊り子は、川端作品の中では比較的爽やかなもので、そこでは自力を超えるものとの格闘に真摯な若者だけが経験する人生初期のこの世との和解が要になっていると、この作品が 青春の文学と言われる理由をこの和解の切実さにあると解説している。そして別れの場面の私の涙は干渉ではなくてそれまであった過剰な自意識が吹き払われた現れであり、それゆえに私が少年の親切を自然に受け入れ、溶け合って感じるような経験を読者もまた共有できうると考察している。奥の竹雄は川端が幼くして肉親を 次々と亡くし、死者に親しみ、両親の温かい庇後のなかった寂しい孤児の生い立ちが、その作風に影響を及ぼしていることを鑑みながら、川端の心にある、この世の中で虐げられ、差別され、癒しめられている人々、特に、そういう少女への愛おしみというか、ほとんど同一化するような感情が、文学の大きなモチーフになっているとし、そういった川端の要素が顕著な、 伊豆の踊り子を温泉町のひなびた風土と日本人の誰でもが心の底に抱いている。そこが日本人の不思議さであるのが世間から下げ住まれている芸人。その中の美少女へのほとんど方が安備域とも言える。同型と同一化という魂の金銭に触れた名作と公表している。そして芸人が徳川時代に河原の社と下げ住まれた反面、白拍子をめでた。 後白川法王が、両人秘書を編纂したように、古くから芸人と上流貴族とは不思議な交換があり、能、狂言、歌舞伎などが上流階級に取り入られてきた芸能史を奥野は解説しつつ、伊豆の踊り子は、そういった芸人に対する特別の悲劇、さらには同型という日本人の古来からの心情が課され、その秘密の心情は、 日本の美の隠れた源泉であると論じている。北野昭彦は、この奥野の論を数ある伊豆の踊り子論の中でも、日本の芸能史、旅芸人フォークロアをよく踏まえているものとして普遍し、漂流者の芸人と定住者との関係性、稀人である漂白芸人の来訪が、神あるいは小記の訪れとして定住民に捉えられ、芸能を演ずる彼らの姿に、 神の面影を認めながらも、古事記と呼ぶこともためらわない両者の関係性に発させた論究を展開しながら、異界への入り口の象徴である、峠や橋で旅芸人一行、変歴民と再会した、私がトンネルを抜け、彼らと同行することで、変歴的人生の疑似体験を押すが、ゲート旅が日常である彼らと、それが非日常である、私とは別の軸を生きながら、 道連れになっていると解説している。また来たのは、この物語が進行するにつれ、主人公が娘芸人のペルソナを外した少女の美自体を語ることが主となり、小説のタイトル通り、踊り子像そのものを語る展開になることに触れ、踊り子の私に対するはにかみや恥じらい、天真爛漫な幼さ、花のような笑顔、私の袴の裾を払ってくれたり、下駄を直してくれたり、 する海外視差などを挙げながら、踊り子の何気ない言葉で、私が本来の事故を回復していたことに気づくと解説し、私の踊り子像が、その都度、多面的に変容することの意味を、ユングの、これ像の心理学的意想に、捨てを引きつつ説明している。三島由紀夫は、川端の前作品に通じる重要なテーマである、諸女の主題の短所が現れている、伊豆の踊り子において、 私が観察する踊り子の様々な描写の性的なまた動的なデッサンによって的確に組み立てられた諸女の内面が一切読者の想像に委ねられている性質を指摘し、この特性のため川端は同時代の他作家が陥ったような浅はかなエセキン的心理主義の感染を免れていると考察しつつ諸女の内面は本来表現の対象たり売るものではないとして、 以下のようにその、諸女の主題を解説している。勝又博氏は、物語の導入部の天城峠の茶屋で、到底生物とは思えない山の回帰のような醜い、老人の姿が描かれる意味を、雪国で、主人公がトンネルを抜けて、駒子に会うように、伊豆の踊り子でも踊り子に会うために越えなければ、ならなかった、試練であり、異界への入り口である、天城峠の、 暗いトンネルを抜けることはタイムマシンとしての儀式を暗示させとして、こういった川端文学の幻想的な一面が泉鏡花や長井花風とも異なる点を説明して幻想世界を伝える媒介者、主人公が鏡花の場合は物語世界同様、廃止的なままで、花風は近代の住人であり知識人、全能的存在だが川端の場合は川端自身が 異界の人物であり、幽霊のような人物、稀人だとしている。そして、勝又は、この小説が、表面的には、個人意識学客の物語であるにもかかわらず、最後に、また老人が登場し、三人の個人を道連れにすることを、村人から合唱で懇願される箇所に、川端の個人の宿命が垣間見えるとし、個人根性、息苦しい個人意識からは解放されたかもしれないが、 孤児としての宿命そのものは、決して彼を解き放ちはしなかったはずだと解説している。また、三島幸夫が川端を永遠の旅人と称したことや、川端の諸女作から諸作に至るまで見られる、心霊的な要素を鑑みながら、こうした、この世に、定住の地を持たない川端が、トンネルを越え、稀人となって、人海を訪れて、踊り子の純情をより輝かせられる。 得意性を考察している。橋本治むは、恋愛的な観点から、伊豆の踊り子を捉え、主人公の青年が、最後に泣き続ける意味について、癒しい旅芸人と、エリートの卵という、身分の差の垣根さえも超え、冷静に相手を、じっと観察する余裕もなくなって、ただその人にひれ伏すしかなくなってしまう、恋という感情を、主人公が内心認めたくなく、冷静に分かれたつもりが、 遠ざかる船に向かって橋気から一心に白いハンカチを振る踊り子の正直な姿を見て、プライドの高い私はついに来いという感情を認めたと解説している。そして橋本は主人公がただ彼女といられて幸福だったという真実の感情を認め、自分と同じエリートコースの少年を踊り子と繋がる人間でもあるかのように思い、 その行為に包まれ終わる結末は、恋という垣根を目の前にして、そして越えられるはずの垣根に足を取られ、自分というものを改めて見つめなければ、どうにもならないのだという苦い事実を突きつけられ、その青春の自意識の辛さを描いているため、伊豆の踊り子は永遠の作品となっていると評している。川島いたる細川明は、伊豆の踊り子の定流に、道子、 伊藤初世の金の面影があるとして、初代から婚約解消された、川端の同点を綴った、詩小説、非常との関連性を監視し、川端が、初代の元へ向かう記者の中で、別れの手紙を一心に読み返している時に落とした、財布やマントを拾ってくれ、寝ずの晩までしてくれた、学生、高校の受験生の行為に甘えて、身を委ね。 場面と、下田港で踊り子と別れた帰りの帰線で、親切な少年のマントに包まれて素直に泣く共通項を指摘しながら、一見素朴な青春の淡い思い出を描いた、伊豆の踊り子は、実生活における失恋という貴重な体験を代償として生まれた作品だとして、踊り子は古風な髪を言い、旅芸人に身をやつした、道子に他ならなかったと考察している。ちなみに、 川端本人は、この川島至タの論考に関し、松田区作者の意識にはなかったとして、総工、湯賀島での思い出を書いたときには、伊藤発与のことが強く心にあったが、伊豆の踊り子を書いたときに、初代は浮かんできなかつたとしている。そして、非常での記者の場面との類似を指摘されたことについては、以下のように語っている。林武氏は、川端が、 伊豆で踊り子に会った頃には、中学時代の後輩で、同性愛的愛情を持っていた、小笠原義人と文通が続いていたことと、倉庫、湯河島での思い出での踊り子の記述が、清野少年、小笠原二人の序曲的なものになっていることから、伊豆の踊り子での踊り子像には、小笠原少年の心象が因果的に投影されているとしている。主人公と踊り子が、 挑戦状で分かれる場面に以下のような一文があるが、主語が省かれているため、さよならを言おうとして止めて、ただ、うなずいたのが主人公と踊り子のどちらであるのか、川端のもとへ読者からの質問が多数寄せられたという問題点があった。これについて、川端は主語は踊り子であるとし、以下のように答えている。そして、川端は、 問題の箇所をよく読み返してみると読者に誤解を与えたのも主語を省いたため惑わせることになったかもしれないとしながらも一下のように説明している。なお、英訳ではこの部分の主語が愛、私と語訳されてしまっている。そして、川端はあえて審判でもこの主語を補足しなかった理由についてはその部分が気をつけて読むと不用意な粗悪な文章で 資格を補うだけでは済まなくて、そこを書き直さねばならぬと思えたことと、伊豆の踊り子が私の視点で書かれた物語であことの説明として以下のように語っている。高本常ジ,ジはこの踊り子の資格問題に関する川端の全体を破る表現という言及について、私が見た風に書くという語りの視点を全編として一貫させるべきだったというのが川端の 小的自覚だったとし、この小説を軽く読み流すのではなく、私に同化し感情移入しながら解釈処理を続けた読者にとっては、物語の終盤で、いきなり、たった一箇所だけ、彙統語構造に現れた。結束性の手がかりに従う限りにおいて、私以外の人物と同化した視点で語られたと、解釈できる部分が混入しているのは戸惑いであり、その、 語りの視点の不整合性に気づく認知能力を持つ読者にとって、川端が犯した不要意な視点転換は、重大な解釈問題として顕在化されると、論じている。三河友はこれに比して、やや違った論点からこの視点転換問題を見て、通常の語り手としての、私の次元でならば、問題箇所は、踊り子が何かを用としたようだが、あるいは、 別れの言葉を言おうとしたようだが、というふうに推測的な文言になるはずだとし、川端がほとんど無意識的に踊り子はさよならを言おうとしたと断定表現したのは、主人公の私が一種の狂気の状態にあり、踊り子との間に暴力的とも言える一方的なコミュニケーションを無双しているに他ならないと解説しながら、このことは同時に物語世界内の私と語り手である、 私の自己同一性の崩壊イコール、私そのものの崩壊をも意味していると、論考している。そして、三河は、この場面では、踊り子との、離別とともに、まるでそれを阻止するかのように、私と踊り子の、心理的な一体化が示されるとし、それはあくまで、現実世界の解釈行動ではに不能な、事実で、私の踊り子に対する、一方的な一体化の無双は、 私の意識の肥大化と他者である踊り子の抹殺が前提となっているが、読者側はその私の暴力性を解釈コードの組み替えにより、叙情的空間といったものとして物語空間を過労じて受け入れることになると考察しつつ、通常の意味での語り手という存在を打ち消してしまう、作品自体の不安定な構造を支えている力を互いに異なる、 思考性を帯びた複数の語りの葛藤によって生じるダイナミズムイコール語りの力と呼び以下のように悟るをまとめている踊り子たちが通った道は踊り子コースとして散策できるようになっており静岡県鴨群郡津町の川津駅から朱善寺駅行バスで国道414号下田街道の水星地下バス停でおり本谷川狩野川沿いに 杉やブナが茂る林の旧街道をしばらく歩くと、踊り小橋を過ぎたあたりのわさび沢の側に文学碑がある。この文学碑には、川端の毛筆書きによる道がつづら折りになって、いよいよ天城峠に近づいたと思う頃、雨足が杉の密林を白く染めながら、すさまじい速さでふもとから私を追ってきたという作品の冒頭部分が刻まれており、左側の悲鳴に、 川端の同伴性のレリーフも設置されている。この文学碑は、1981年、昭和56年5月1日に建てられ、除幕式が行われた。そこから、天城トンネルを抜け川津川沿いの道を下っていくとある、湯河の温泉の旅館、福田屋の隣にも、文学碑がある。こちらの文学碑は、川端存命中の1965年。 昭和40年11月12日に建立され、石踏みには川端の直筆で、湯が、のまでは川津川の渓谷に沿って三里余りの下里だった。峠を越えてからは山や空の色までが南国らしく感じられたの一節が刻まれており、旅館の入り口にはブロンズの踊り小僧もある。川端はこの福田屋川の文学碑の除幕式で、 作中に登場する受験生、少年のモデルだった後藤武史、再会当時65歳と47年ぶりに再会した。後藤武史は、鴨丸で川端とあった当時のことを以下のように実会している。初景滝そばには踊り子と私というブロンズ像もあり、道の駅天城越には文学博物館、昭和の森会館がある。 1981年、昭和56年10月1日より、国鉄、1987年4月1日以降、JR 東日本伊豆急線、伊豆箱根鉄道線直通特急列車の名称に、踊り子号の名称が当てられた。また、東海自動車、1999年4月1日以降は、中江津東海バスの、ボンネットバスの愛称には、 伊豆の踊り子号が当てられるなど、踊り子は伊豆の地で愛称化されている。映画においては一部の版でお気味などの原作にない登場人物が設定されるなど、原作との違いがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。